こんにちは、エンマ・シュラーです。さあ、ついに、おそらく最終日、12月31日です。寂しいけど、ようやくたどり着きましたね。あげましておめでとう。うるさかったら避難できるようにクローゼット開けとくね。ありがとう。いやー、この二人も末永く元気に暮らしていってほしいなー。オーグメンテッドアイ。オーグメンテッドアイはただいまメンテナンス中でご不便をおかけします。マジ？最後を読めないのか。俺。しばらくこの巨大掲示板を停止して言っておきたいことがある。え？このゲームを買ってくれた人みんなに特大の感謝を。ここまでプレイしてくれてありがとう。ツイートやタンブラーの質問、それから E メールなど、とても感謝している。全部に返事はできないけど、みんなが送ってくれたメッセージ全てに対して言葉にできないほど感謝している。本当にありがとう。険しい道のりだった。僕たちが望んでいたほど開発はスムーズには終わらなかった。僕たちの仕事を積極的に妨害してくる連中もいた。でも、ビッグマッチ・ジョンのように逆境にか、えー、打ち勝ち、カウント2で立ち上がってきた。僕のくだらない戯言を全部読んでくれてありがとう。多少は楽しんでくれたら何よりだ。かっこかわいいこちゃんたちを、たちで世界を埋め尽くそう。胸熱じゃないか、なんだこれは。ちょっと泣きそう。いやー。じゃあ、行きますか。結局7日も全くいじらなかったな。まあでもね、お金もほぼないですからね。じゃあ行きますか。行ってきます。12月31日。あ、間違えた。ちょっと待って。ちょっと待ってね。さてと、どれどれ。ギルはバックヤードでパーティーの準備を進めている。私は注文してある食い物を取りに行ってくる。まあ12月31日はさすがに営業日ではないのかな。大晦日は定休日らしいが、こっちから受け取りに行くという条件で働いてもらったんだ。どうかしたか？怖いんで。ああ、そうだ。妹ちゃんが来るんだよね。今にもあのドアからガビーが入ってくるかと思うと。落ち着け。きっとうまくいく。私が保証しよう。何か飲んで景気づけしておくといい。そうですね。しばらく留守番を頼むぞ。ほれ、胸を張れ。へい。無事に終わったら私がいいものをやるからさ。そうだな。例えばハグなんかどうか。いいボスだよな。ハグ？とびきりのやつだ。やることをやり、言うべきことを言ったご褒美としてな。わかってんねー。ではな、お前ならできる。はい。きっとうまくいく。もう何年も逃げ続けてきたんだ。今向き合わずにいつ向き合うの？何もかもうまくいく。よし。ジルも変わったね。ガビーと話せばいい。それだけで状況は今よりずっと良くなる。おまけにボスがハグしてくれるかも。そうだよ。してくれるよ。やれる。ああ、来たー。こんにちは。ガビ。入って。失礼します。いやー、でもね、この表情を見てわかるけど、やっぱり後悔してるんじゃない？
いらっしゃいませ、バルハ。違う、ジル&ガビー。お酒にどうぞ。私、二人とももじもじしやがって数日前一通の手紙が届いた。今時手紙なんて変でしょ。でももっと変なことがあって。差出人があなたのお姉さんだったの。何ですって。お姉ちゃんが手紙を。そんなの初めて聞いた。なんて書いてあったの。わからない、封を切ってないから。読むか。少なくとも今はまだ。え、あなたと一緒に読むべきかと思って。うん、キリそうね、そうしましょう。読んでみようよ。まあこれでも、もし、いや絶対違うと思うけど、バリ雑言、バリ雑言がね、バリ雑言が書いてあったら辛いよな怖いだろうね。じゃあ開けるよ。ごめん。え、それだけ？うん。何に対するごめんなのかにもよるよな。あの時の喧嘩に対する謝罪なのか、それとも自らの死を悟ってこんな形で先に行っちゃってごめんみたいな感じなのか。他にはないの？裏面とか。はあ、お姉さんらしいといえばらしいね。この手紙のことで何日も心をかき乱された。何が書いてあるんだろうと思うと怖くて開けられなかった。食欲もなくって眠れなくなって。それだけこっちを不安にさせておいて、これだけ問題を引き起こしておいて、もう何年も口を聞いていなかったのに、いきなり手紙を よりによってこんな、よりによって手紙なんかを送りつけてきて、それで一言ごめん。何に対するごめんよ。喧嘩したこと？何年も口を聞かなかったこと？そうだよね。まあでも謝りたかったっていう気持ちがね、もうすでに、つまりそれは許しでもあるわけだからね。もう頭にきた。笑ってんの？ごめんね。なんだかお姉ちゃんはそうやってあなたによくちょっかいを出してたなって思い出しちゃって。かわいい笑うと、笑ったの初めて見たかもしれんな。バレンタインデーにお姉ちゃんが1と2と4の数字が書かれたチョコをあげたことがあったよね。あなたは3はどこって怒ってた。それからあなたがテーブルの上に置きっぱなしにしてた瓶ビールをお姉ちゃんがこっそり開けて一口飲んじゃった時、お姉ちゃんは知らん顔してたからあなたは一日中戸惑ってた。私のことは手に取るようにわかるってあの人はいつも自慢してたね。あー、なんか初めて解像度が上がったな。レナーとこの3人の仲良かった時の暮らしっていうか、私を怒らせようと思って手紙を書いたんなら確かにそう自慢する権利はあるかも。お姉ちゃんはきっと本心で書いたんだよ。あなたに対して悪いと思ってるって何度か言ってたし。そうなの？お姉さんの死因は限局性ナノマシン拒絶反応だって言ってたよね。そう、心臓をやられちゃったの。拒絶反応が全身に出た場合はニュースになるけどね。お姉ちゃんのはもっと場所が限られてた。普通はその部位を切断したり義肢をつけたりしてそれでおしまいなんだけど、でも臓器だとそうはいかない。
病気のせいで臓器移植に対する体制も弱くなってたし。そうか、運が悪かったとも言えるしな。人工心臓や遺伝子治療なんてそもそも手が出ないしね。お姉ちゃんはどうやら18の時から発症してたらしいんだけど、それを誰にも打ち明けなかった。そうか、そうだったんだ。じゃあもう、ジルと付き合ってる時も、まあ実はもう発症してて、つまりはもう長くないっていう自覚はあったのかな。どうして？知らないよ。私も聞かされた時怒った。そんな大事なことを隠してたなんて。どうして教えてくれなかったの？心配させたくなかったから？恥ずかしかったから？どうしてなのよ。まあ残されたものは怒るよね。でも本人が隠したい気持ちはわかるね。でも当時は普通に生活してたでしょ？どうやって？血清だよ。心臓の近くに3日に一度打ってた。すごく痛かったらしいよ。おまけに打った後にひどい跡が残ったって。じゃあ左胸のあたりにあった跡は生まれつきじゃなかったんだ。それで最後は拒絶反応のせいで亡くなったの？お姉ちゃんはナノマシン拒絶反応で死んだ。でもどうしてそんなに免疫が弱くなってたのかわからずじまい。お医者さんが言うには注射をし忘れたか、注射のせいで他の機能が弱くなってしまっていたかだって。病気が突然悪化しただけかもしれないし、血圧のせいかもしれない。ただの心臓発作で倒れて、拒絶反応はその後に活発化しただけかもしれない。でも何もわからないの。誰にも言わなかったから、誰にもわからないの。打ち明けてくれたら力になれてたかもしれない。お姉ちゃんはまだ生きてたかもしれない。言いたくなかったんだろうな。やっぱりね、自分のせいでこうなんか足かせになってしまうっていう気持ちがあったような気がするよね。何も知らずに楽しく生きてほしかったんじゃないかな、みんなには。寝てる間に一人で死んでいくなんて事態は避けられていたかもしれない。もしもの話をしても彼女は帰ってこないよ。え？彼女の死はあなたから聞かされた後、私もずっと考え続けた。もし当時もうちょっと冷静になるまで待ってたら？もしあの時恐怖を乗り越えられてたら？もしもっと早く謝ってたら？もし当時研究職の道に進んでたら？この前あなたに怒りをぶつけてから、そういうことをこれまでの何倍も考えるようになった。でもね、今日分かったの。死んだ人について後悔しても何もならないんだって。そうなんですよね。同じ後悔をしないように次の、なんか今ある人間関係を大切にしようっていうことしかもうできないよね。あなたは生きている。ここにいる。仲直りできる。でも死んだ人とはできない。今あなたに対して謝るのと同じようには彼女に対して謝れない。ジル、レノアは、あの人は、今は休んでる。レストインピースですね。何年も心臓の病気と戦ってきて、今はただ休んでいる。でも一人で戦わなくたってよかったのに、もし私に、しかもこんなに幼い妹だって思うとね。だから、今日はレノアが生まれてきたことを、生きている間に彼女が成し遂げたことを祝おう。彼女を追悼するときは一緒に追悼して、称えるときは一緒に称えよう。一緒に。レノアは賑やかなのが好きだったから、私たちに今できるのは元気を出すことじゃない？たとえ一時のことにしろ。でも一つ聞いておきたいんだけど、彼女が胸の痛みを訴え始めたのは、
本当に私がいなくなった直後だったの？いえ、いえ、ああ、違ったんだ、嘘ついちゃったのか。ジルのせいにしないと耐えられなかったんかな。あなたがいなくなった後から目に見えた悪くなったわけじゃない。何もかもあまりに急で。時々胸が痛いって言ってたんだけどね。でもそれはあなたがいなくなる前からだったし。当時は私たちも ただの胃痛でしょうぐらいに思ってた。なのにお姉ちゃんが死んだのはあなたのせいにしちゃって。あの時はすごく腹が立ってて、多分心のどこかで自分以外の誰かや何かに責任を なすりつけようとしてたんだと思う。しょうがない気がするよな。ちょっと一人じゃ抱えきれないもんな。あなたのせいじゃないのにね、ごめんなさい。私もごめんね。二人とも謝らなきゃいけないことがある。だからあまり気にするのはやめよう。私ももっと大人になるべきだった。あなたに怒鳴りつけたりするべきじゃなかった。全部水に流しましょう。いいの？もちろん。ところでどうやってここを見つけたの？え、うん。デンジャーユーっていう掲示板知ってる？ああ、いつも見てる、あの、さっきのあそこね。うん、まあ。実は時々覗いてるんだけど、意外とアンダーグラウンドなんですね。こないだ、あるスレッドにここのお店のことが書いてあったの。あったよね、バルハラというバーみたいな。バーテンダーのことも書いてあって、なんとなくあなたのことかもって。それってすごい偶然だね。2ちゃんみたいなものを、2ちゃんじゃなくて5ちゃんかみたいなものを想像してるけど、そしたらもう途方もないスレッドの中からたまたまあのスレッドを見つけたってわけでしょ？怒ってる？いえ、怒ってるんじゃなくてびっくりしたっていうか、ねえジル、あの時お姉ちゃんとの間に何があったのか教えてくれる？どうして喧嘩したの？お姉ちゃんとうまくいってたんじゃなかったの？そうね、うん。大学を卒業した私は自分が何をしたいのか分かってなかった。大学最後の数年間は無意味だったと心底自分を憎むようになってて、もしかしたらその数年間に耐えてきたのはあなたのお姉さんがいたからかも。ただそれだけの理由だったのかもって私が考えるようになったのも無理はなかったと思う。もし彼女が勉強を見てくれなくなってたら、その時点でやめてたでしょうね。卒業後すごくいい仕事のオファーを受けた。そのオファーを彼女は私に代わって二つ返事で受けた。それが私にとって一番いいことだって。私の将来のためだって。でも私は怒り狂った。どうしてそんなことしたのって。自分がその仕事をしたいのかどうかもわからなかった。なのに彼女は絶対受けるべきだって何度も何度も、その重荷を私に押し付けようとするみたいに。なんとなくレノアはもう自分の将来がそんなに長くないってことを悟ってて、ジルにこう夢を預けたかったんじゃないのかな。そのうち私の未来じゃなくて私たちの未来の話になって、彼女は結婚の話を持ち出すようになった。まあ、学生のうちじゃちょっとね、まだね、一回世界を知りたいなっていう気持ちになるよね。結婚するつもりだったの？二人とも真剣に考えたことはなかったと思う。向こうはずっと言ってたけど、そのうちぐらいには思ってたけど、ほとんどの場合レノアは結婚をちらつかせて私をからかってたんだと思う。でも突然レノアと結婚するっていうのが怖くなって。彼女を愛してたよ。でもそこまでの関係になる心の準備はできてなかった。特に勝手にオファーを受けるなんて真似をされた後にはね。そうだよね、やっぱり
彼女を愛しててもまずは自分の人生だからね。自分がどうしたいのかわからなかったけど、自分の将来なんていう大切なことを彼女に決めさせるつもりはなかった。レノアはすごく強引なところがあったからね。さっきも言った通り、大学を卒業できたのは彼女のおかげだったけど、同時にそれだけ推しが強かったっていうこともあるからね。私のためを思ってのことだとしても、時々すごくイライラしたっていうか、あの時はそういうのが積もり積もって。私へのオファーを勝手に受けるような人と結婚したら、この先どうなっちゃうんだろうって思ったの。結婚して何でも思い通りにされちゃったら、割と正当な思いだよね、それは。全然責めるようなことじゃないね。ジルがね。もちろん私のためを思ってのことだろうけど、私の自由は？私の意見はどうなるの？それでお姉ちゃんを好きじゃなくなった？そことそこは多分別問題だけど、好きだけどそこは嫌だ。だけどその二つを一つにできなかったんだよね、多分。違うの、違う、そうじゃない。だからその、好きっていう気持ちと、恐れるような気持ちの間のこう妥協点みたいのが見つけられなかったんだろうね。ずっと好きだった。だからとても傷ついたの。どうか分かって。自分がやりたくない仕事をしてるうちに気がついたら40歳になってるとかは嫌だった。ただ惰性で何も考えずにルーティーンで仕事を続けるなんて嫌だった。考えを整理するために一度全てをリセットしたかった。次に何すべきなのか頭を冷やして考えたかった。わかるよ。私もそういうふうに思うことがある。大学はまだ先の話だけど。でもじゃあ、それが原因で喧嘩したのね。あなたに喧嘩って言われるとまるで殴り合いでもしたみたいに聞こえるけど。今は思うと馬鹿らしいけどね。悲しいほど馬鹿らしい。切ない。なんか切ないね。どうしようもなかったよな、それは。多分喧嘩を先に売ったのは私なんだよね。仕事のオファーを受けたくないあまり向きになって、こんなチャンスを無駄にしちゃダメだよっていう言葉に過剰反応しちゃったんだ。出なければ向こうもあんな言葉を私にぶつけることはなかったと思う。もっと冷静になってちゃんと話を聞いてたら、お姉ちゃんも同じこと言ってたよ。え？さっき言ってたでしょ？お姉ちゃんはごめんって言ってたって。ジルの話を最後まで聞けばよかった。自分の意見ばかり押し付けてしまった。ああ、レノアが死ななければな。結局そこなんだよな。この二人にまだ将来があったら、また一本の道に戻れたかもしれなかったのにな。でも結局人はいつこうやって二度と会えなくなってしまうかわかんないんだよね。冷静になるべきだったのに、嫉妬に我を忘れてしまった。あれはジルのオファーであって、私へのオファーじゃなかったのに、彼女に自分を重ね合わせすぎてしまった。とかそんなことをね。レノア。みんな短気だね。あなたも私もお姉ちゃんも。あなたが一番大人だったでしょ？一番幼いのにね、まだ。10代とかでしょ？でもどうして戻ってきてくれなかったの？私たちがそんなに憎かった？私にももう会いたくなかった？いや、そうじゃなくて。お姉さんが仕事でいないとき、あなたが窓ガラスを割っちゃったことがあったでしょ？そのとき叱られると思って、お姉さんを避けようと思ってた、してたじゃない？でもお姉ちゃんがあなたを叱ったことはなかったよ。怖かったの。
死ぬほど怖かった。あなたのお姉さんに会う勇気をどうしても振り絞れなかった。でも私は窓ガラスを割ったことを正直に話したよ。7歳ぐらいだったけど、どうしてあなたにはできなかったの？純粋にまっすぐな目で聞くな。それとこれとはちょっと違うの。でも、どんな理由をこじつけたところで意味がないよね。今思えば本当にバカだったと思う。そう思うことで問題が解決するわけじゃないけど、もう彼女に会うこともなければ話すこともない。自分のバカさにうんざりする。あなたとお姉ちゃんはすごくお似合いだったと思う。あの後二人とも自分の道を進んで、結局どっちも自分からごめんと言い出す勇気がなかった。はあ、まあでも過去の自分の間違いを責めたところで彼女が戻るわけじゃないし、お姉ちゃんに会いたい、すごく。いつも一緒にいたんだよ。くだらない話で盛り上がって。親ももちろんいるけどさ、あ、いるか。親いるのか。相談相手はいつもお姉ちゃんだった。毎日お姉ちゃんはいない、もういないんだって実感してる。親友でもあったんだろうね。今は毎日がとても静かで。いや、ちょっとさ、10代の女の子には重すぎるよな。今逆に、この短期間でここまで冷静になれてることが本当にすごいと思うよ。レノアは素晴らしい人だった。そうよ、レノアは素晴らしい人だった。どうしたの？追悼もいいけど、彼女が生まれてきてくれたことをお祝いしなきゃ。彼女がいなければ、今のジルもいなかったんだよ。バルハラで働いてるジルもいなかったかもしれないんだよ。彼女がここにいたら、いつまでしんみりしてるのって叱られちゃう。あなたにいつもそう言ってたね。あなたには人の顔に泥をなすりつけるのはやめてって言ってたっけ。比喩的な意味でも文字通りの意味でも、意外とやんちゃなんだね、ガビ。ちょっと、私はあの時8歳だったんだから。じゃあ、レノアを叩いて乾杯しない？乾杯？ノンアルコールでね。そう、待ってて。今あなたのカクテルを作るから。カクテル？大丈夫、任せておいて。アルコール入れて大丈夫なんか。何でもいいの？シュガーラッシュかな。アルコール抜きで。じゃあこれを持って。レノア知ってるよ。天国から見てくれてるんでしょ、あなたの妹とこうやって乾杯するところを。今ならわかる。私たちはどこかの時点で仲直りすべきだったんだって。でも二人ともそれができなかった。もう謝れないけど、せめて安らかに眠ってほしい。だから安心して、ガビーのことは私が代わりに面倒を見る。ガビーをあなたみたいな立派な女性に育ててみせる。いつもこの子のそばにいる。私とあなたが抱えてたのと同じ問題で、このおちびさんが苦しむことがないようにする。ちょっと、何か付け足す？これからもずっと思ってるよとか？私じゃなくてお姉ちゃんに。それはちょっといいから、今だけ。ちょっと恥ずかしいかな。ずっと思ってるよお姉ちゃん。お姉ちゃんのバカ、どうしてずっと内緒にしてたの。バカバカバカ。
私はお姉ちゃんに全部話してきたのに、それだけじゃ足りなかったの？お姉ちゃんの大バカ。ジル、約束して、お姉ちゃんみたいなことは、お姉ちゃんみたいなことはしないって。そういう大事なことを秘密にはしないって。あなたも同じことを約束してくれるならね。それから私とは喧嘩しないって。それはできない。え？あなたも私も石頭だからね。いずれ意見がぶつかることもあるでしょう。でも今度はもう逃げない。それだけは約束する。頭を冷やしてから話し合いましょう。二人とも大人なんだから。私大人じゃない。何言ってんの。出会った時から私より大人だったじゃない。まあでもさっきわーんってなっちゃってるのを見るとやっぱりまだ子供なんだなーって気もしたけどね。へへ、かわいい。ねえ、さっきのは本気？私の面倒を見るってやつ。私はいつもここにいるよ。ガビ、あなたのために。レノアにはなれないけど、私の妹を一人にはできないしね。ジル。ねえ、乾杯するんじゃないの？しよう。レノア、良き姉にして、良き恋人に。乾杯。ケピー。ケピー。めっちゃいいシーンじゃないか。このカクテルだけど、飲んでもいいの？気に入った？一口飲んでみて。悪くないね。じゃあグビッとやって。大人が同伴してるんだから大丈夫だよ。アルコールのルールはとりあえず無視して。あ、入れてないから。僕入れてないから大丈夫。うん。そういえばレノアがふざけてあなたにビールを飲ませたことがなかった？ああ、あったね。お姉ちゃんはアップルソーダって言ってたけど、もっと警戒しとくべきだった。エイピルリフールだったし。お返しにお姉ちゃんが持ってた全部の靴の底に風船ガム貼り付けてやったけど、結構迷惑。お姉ちゃん変な歩き方してたな。あの時は一日中笑い転げたっけ。うん。でもあれは私のビールだったんだよ。知ってた。人のビールをドッキリに使うな。え？私にくれたビールはビールじゃなくてアップルソーダだったの。おお、テレコになってたってこと？あらわ、仕返しした？それがね、あの晩、あの家にあったデルドを全部隠してやったけど、レナはキュウリの使い道をよくわかる。やめろ。最後の最後でどぎつい下ネタを挟むな。おまけにそのキュウリは数日がサラダになってて汚い。やめろ。汚いよ。たとえ恋人だとはいえ、そこに使ったやつ食べたくないだろ。私に食べさせておいて。どう？私美味しい？なんて言って。おかしいよ。レノア、頭おかしいよ。ジル？その話はあなたがもう少し大きくな、お姉ちゃんのそんな話絶対聞きたくないだろう。それか、墓まで抱えていくか、そうしてくれ。ねえガビ、ご両親はあなたがここにいるって知ってんの？親にはクレアの家に行くって言ってきた。クレア？学校の親友、あ、お友達いるんだね。で、クレアはあなたがここにいるってことを知ってるのね。もちろん。じゃなきゃかばってもらえないでしょ？確かに。この後クレアの家に行くつもり？実はそこまで考えてなくて。行くかもだけど、地区が近くてクレアの家は結構遠いから。じゃあ俺んち来いよ。俺んとこ来ないか。じゃあしょうがないね。私の家はこっから近いんだ。
この辺は夜危ないから今日は泊まってったら。本当に豪邸ってわけじゃないけど悪くないと思うよ。まあ一晩だけならだいぶごちゃごちゃしてるけどね。うん、あなたと一緒にいたい。よかった。お父さんはまだパン屋さんやってるの？あの人のパンすごく美味しかった。いいな、パン屋さん。僕はカッチンカッチンのガーリックフランスが好きだよ。うん、去年2軒目がオープンしたんだよ。すげえ。へえ、今後も増やしていくつもりなの？なんかモーターシティ地区のお友達と協力することにしたんだって。その人はモーターシティ地区にパン屋が全然ないことに気づいてチャンスだと思ったんだって。レノアがお父さんに私を紹介した時のことを今でも覚えてるよ。やっぱり、お父さんはいきなり叫び出して、やっぱりな、分かってたぞ、お前がレズだって、俺の勝ちだなって。パパは知り合いと賭けをしてたみたい。お姉ちゃんが12歳かそこらの時から。レノアは女が好きなんだって言って、その知り合いの人は信じてなかったみたいだけど、まあ2070年になったらさすがに偏見もなくなってるだろうね。その賭けに勝った方がビール一瓶をもらうことになってた。その瓶は今でも冷蔵庫の中にあるよ。ご丁寧に天気勝利って ラベルまで貼られて。いい話だなと思うけど、レノアが亡くなってるんだなと思うとすごく切ないよね、お父さん。へえ。お母さんとレノアは仲直りできなかったの？はあ、あの二人の場合は一言多かったなんてもんじゃなかったしね。ママは上流階級と そこでの付き合いのことしか頭になかったから、レズビアンの娘は受け入れられなかった。あ、偏見、差別、バリある。そんな、2070年になってもあるのか。それについては、私はお姉ちゃんの味方だけどね。ママ自身は同性愛が嫌いってわけじゃなかった。でもお友達はみんな同性愛を毛嫌いしてた。このゲームの中ではストレートの人の方が少ない気がするけどね。ママにとっては自分の娘よりも社交界の人たちの方が大切だったんだね。レノアが亡くなってからは？わかんない。ママとパパは2年前に別れたから。そうなの。二人は結婚してなかったから、離婚の手続きとかがあったわけじゃないんだけど、ママに最後に会ったのは8月かな。あなたとも喧嘩したの？ううん。お姉ちゃんが死んでからまだ会ってないから。じゃあ寂しい思いをしてるんだね。私にもわかるよ。ちょっとね。でももう大丈夫。あなたがいてくれたから。いやー、ママも多分すっごい後悔してるだろうね。お、あれ、パーティーでここでやるんじゃないの？アルマー、アルマと会うのもこれが最後か。アルマ、こっちこっち。パーティー？そう、ささやかな新年のお祝い。あなたたちも参加する？お荷物にならないかな。かわいい。大丈夫よ、心配いらない。でもコーラだけにしておいてね、アルコールはなし。積もる話もたくさんあるし、友達にも紹介できるし、どう？うん、あなたがそれでいいならよかった。ねえ、アルマ、こっちに来て、紹介したい人がいるの。あーあー、召される、終わっちまった。あー、終わったー。2月ぐらいかな、2月くらいから続けてきたアルハラ。
終わったね。いやー本当にいいゲームだったな。世界観もいいし、キャラクターの魅力が半端なかったしね。ジル自身の心の動きとか成長していくのも良かったし、いやー最後ね、ガビーとお乾杯するところちょっとねうるっときちゃったよね。はあ、いいゲームだったな。誰が一番好きだったかな。やっぱり最初はねステラが好きだったんだけどね。ステラセイちゃんとラブラブすぎて、こうなんかマジでちょっと切なくなっちゃったね。その後アルマが好きになったね。アルマいい女よな。アルマとジルくっついてほしいけど、まあアルマがもうすごくストレートだから二人は親友なんだな。 お母さんお父さん家族友達のみんなずっと応援してくれてありがとう。このゲームをみんなに捧げます。いやーいいゲームだった。これはね名作だと呼ばれる、なんかその特定の界隈というか根強いファンが多い作品だっていう印象がねプレイする前からずっとあったんだけど、これは納得だよね。世界観もすっごくいいし、アートもめちゃめちゃいいし、何よりこのサイバーパンクの世界でバーテンダーをするっていうこの世界観っていうか、そのテーマがやっぱり引きつけるものがあるよね。楽しかった？超楽しかった楽しかったですよ。みんなはどうだろう、楽しかったかな。うん、キャットブーマンにも会えたし。ところでどうしてあなたのボスはあなたを抱きしめた。よかったじゃん、抱きしめてもらえたんだね。そういう人なの。さあもう寝ましょう。さっきそこでうたた寝してたでしょ。二人で家に帰った後か。そうだね、おやすみジル。はあ、明日もっと遊ぼうね。おやすみ。はあ、グラシアス。この二人の未来、思いを馳せますよ。バルハラは潰れちゃうのかな。でも潰れた後も二人で手を取り合って生きていくんだろう。ボス、多分ボスともずっと、ボスはずっとボスなんだろうな。ジルにとって。で、アルマもずっと親友だし、バルハラが亡くなったとしても。ドロシーはずっとハニーだし、そういうね後日談に思いを馳せ、おい2月25日だいぶ先だね。まさか本当にお泊まり会やるなんて思わなかった。あ、アルマ、あら、無理強いしたつもりはないけど、ワッフルワッフル、何よ、とっても楽しいよ。あー、いいな、この三人で。かわいい。これ、今、実績解除したけど、これ、アルマルートなんだ。なんか、望み通りのルートに行ったかもしれん。無意識のうちに。ほら、ほらね、ガビーもそう言ってるんだし、もうちょっとリラックスしなさい。かわいい。はいはい、わかりましたよ。アルマってなんだかうちの姉ちゃんみたい。そういうこと言わないでよ、意識しちゃうじゃん。
そうなの？どこが？いつもジルをいじってるでしょ。ジルがちゃんと反応を返す場合はその人のことが好きってことなんだって。お姉ちゃんそう言ってた。ガビー喋りすぎ。好きですよね、ジル。アルマのことは。へえ。まあお姉ちゃんと一緒だった時はちょっと違ってたんだけどね。ジルはもっとイライラしてる感じだった。お姉ちゃんがシャツを買ってあげたことがあるんだけど、そのシャツに書いてあったのが、ガビー喋りすぎ。シャツに何が書いてあったの？キュウリ。汚い。もう僕キュウリ食べるたびに思い出しちゃいそうだよ。キュウリ？ちょっと二人で私の髪に何やってんの？ごめん、弓が絡まっちゃって。やめてよ。かわいいジル。じゃあ私はレノアに似てるってこと？いえ、ちょっと思い出しただけ。それにお姉ちゃんはあなたみたいにそのおっぱい大きくないってか？私みたいに何？この子が言おうとしてるのはそのおっぱいとお尻よ。あなたはレノア 1.5 分の体積があるってこと。お尻もでかいんだ。全身が見えないからな。ボンキュッボンなんだね。あなたたち2人では結構できるようにね。わ結構？アルマ、喋りすぎ。お。さかのぼる。ドロシー。でさ、そいつは女性に玉抜きにされたいって願望があったわけ。やめときなよってかれこれ1時間も説得したんだけど、全然聞かないからさ。で、いざベッドブルームに行ってみたらさ、そいつはなんとたまたまがあるべき場所に変なインプラントが埋め込まれていて、取り外し可能な玉袋だって。なんでもありですね。あまりに玉が抜かれ願望が強くて、安全にそういうプレイができるようにしたのかな。でも生殖機能はなくなっちゃったってことでしょ。あー、かわいい。ドロシーかわいい。なんでお前もここにいるんだよ。ドロシーかわいいな。ドロシー好きだったな。友達に欲しいタイプだな、ドロシーは。なんかすごい明るくなりそう、パーって。私の病院に玉抜かれ願望が成就して運ばれてきた急患がいたけど、私の病院、同じ男かも。一つでも十分なのにね。二つで十分ですよ。一つだけって何が？それはあなたのエロ話は一つで十分ってこと。ネオティファーナで起きたことはって自分で言ってたでしょ。もうちょっとおとなしめの話はないの？いいじゃない、ジョー、大人なんだからこれくらい。黙れ。ああそうだ、ああやっぱそうだったんか。この前ママに会った時、娘さんのこと聞いたよ。アナって名前だったんだって。へえ。知ってたくせに。黙れ。なんでジルには見えるんだろうね。生まれてからずっとナノマシン拒絶反応と戦ってて。病院で知り合った同じ病気のガールフレンドも亡くして。ええ。それでようやく病気が治ったと思ったらトラックに轢かれて死んじゃったみたい。それが辛いよな。なんか上げて落とすよね。でも本当にすごい人だったんだよ。そう？え？うん。入院中も勉強を続けてたんだって。独学でも優等生だったんだから。それだけじゃなくて大学入試では3校以上で上位5番目に入ったんだよ。すげえ。ピアノもギターも弾けるし、すげえじゃん、アナ。まあ、年中部屋から出られないとそうなるよね。だってさ、
五体満足な人だって彼女ができたことだ。半分もできないでしょ。それをたった一人で全部独学でやり遂げたんだから。おまけにナノマシン拒絶反応にも勝った。罹患する人は人口の 2% しかいなくて、生存率はもっと低い病気だよ。そんなに低いんだ。じゃあ身近にこんな二人もいて、すごいね。トラック以外彼女を倒せるのはなかったんだから。そんなすごい人が私の義理のお姉さんだった。そうか、義理のお姉さんっていう言い方をするんだね。そっかそっか。まあ、養子に入ったってことだからね。おバカさんね、ベッキー。あー、エモい。ここ姉妹か。いやー、ベッキーにも見えればよかったのにね。ハニー、なんか言った？聞こえたの？今。聞こえてくれ。まあでもなぁ。AI に幽霊が見えるかっていうのはまた新たな、こう、テーマだよね。電気羊は、え？アンドロイドは電気羊の夢を見るか。変ね。誰かが、おバカさんね、ベッキーって言ったような気がしたんだけど、くぅ。なんですって？私が遠くの音と近くの音を勘違いすることは別に珍しいことじゃないけど、近くにいて私の本名を知ってる人はハニーしかいないし、変ね。まあいいか。それでね、さっきの続きだけど、その玉袋男がさ。なるほど。いやー、エモいな。お、キル、どうなった？じゃあここでお別れかな。残念だが俺は町を離れられない。ここは身元を隠すのに都合がいいんでね。今まで本当にありがとうございました、チーフ。やり直すチャンスをくれて。お前、行くのか。もしまた会うことがあったら、その時は。ゲル、私たちはたかだか10日ほど。ゲットゥーザエン、グッドエンディング、グッドエンディング。私たちはたかだか10日ほど留守にするだけだ。大げさすぎるぞ。でも、アパートのことは任せたぞ。また会うに決まってる。私はここに住んでるんだからな。お前がいらん別れの挨拶などするから、デパートのことを説明できなかったではないか。ほう。スイッチやバルブの場所を言っておきたかったのに。ほう。知ってますよ。チーフが作ったコンパネを作ればいいんで、使えばいいんでしょ。あのコンパネの自慢をしたかったんだ。ところで、ジル、アーミテージに電話をするのはやめろ。フォアボールの面倒はちゃんと見てくれるから。おー、どこ行くんだろう。旅行かな。フォアの心配をしてるんじゃなくて、自分が心配なんです。だって、フォアと何日も離れたことなんかなかったから。わかる。呆れたやつだ。フォアと出会う前の25年間はフォアなしで大丈夫だっただろう。でも、いいから出発するぞ。ああ、忘れる前に言っておこうか。ギル、机の一番引き出しにコンドームがしまってある。どこで何をさせるつもりなんだ。な、ですって。新しいガールフレンドだかなんだかを連れ込むなら、お膳立てはしておいてやろうと思ってな。嫌だよ、自分の店でそんなこと。てか結局、彼女誰なん？だが一つ条件がある。盛りのついたウサギのようにやりまくるつもりなら、私の部屋では用意してくれ。妹の写真がたくさん置いてあるから、あいつの目を怪我してほしくないんだ。妹ってなんだ？妹だ。紐の妹。よし、そろそろ行くぞ。最初の行き先はパナマだ。おお、旅行行くんだ。海外旅行行くんだ。何？And thank you for playing. ありがとう。
いやー終わったね。いろんなエンディングを見られましたね。8月、今8月だったからね、もう半年以上先でもやっぱりこの3人は一緒なんだね。バルハラがどうなったのか分かんないけど、まあ同じ店かは分かんないけど、やっぱり3人で働いてる感じだったんだね。いやこの日常がずっと続いてるといいな。いやこのバルハラ続編出るらしいじゃない。なんかあのバルハラっていうよりニルバーナってあのさ、あのボスの友達がバーやってるって、そのバーがニルバーナって言うんだっつって、次ニルバーナっていうゲームが出るらしいよね。それめちゃくちゃ楽しみだね。もしかしたらバルハラで出てきた人たちが出てくるかもしれない。いやいいゲームだったね。ということで、長く続いてきたバルハラですが、このようにしてエンディングを迎えました。いや素晴らしいゲームだった。ニルバーナが出たら絶対やるので楽しみに待っていてください。ということで、バルハラでした。ありがとうございました。おやすみなさーい。